トムさん何してるの？寒かっただろう。僕がいた禅寺では献立は畑と相談するんやと言われた。土？土の香りなのね。ラジコ、ここに住まないか？聞いていい？奥さんの遺骨はどうするの？所詮人は一人で生まれて一人で死んでいく。明日も明後日もと思うから生きるのが面倒になる。今日一日暮らせればそれでいい。スタムさん、なめこ取りに行こう。食らうは生きる、食べるは愛する。一緒のご飯が一番うまい。いただきます。土を食らう12ヶ月。